富山図書館オンライン朗読会読み手は甲箱の会所属竹内智美さんです君明昭雄文久保田学ぶ絵引っ越しはバスに乗って坂道でぐらりと体が揺れたので耳ははっとして目を覚ましました さっきまで窓一面に広がっていた菜の花畑はすっかり消えこんもりとした森が続いていますねえまだつかないのミミは隣に座っているお母さんに話しかけましたでもお母さんは答えませんこのところずっと引っ越しの準備で忙しかったので 休む暇などありませんでしたバスに乗り込んだ途端にほっとしてぐっすり眠り込んでしまったのでしょうお母さんは寂しくないのかなあとミミは思いましたつくしの子がいっぱい頭を出した山の道小川のそばに 顔を寄せ合うようにして咲いていた紫すみれ綿毛になり始めたタンポポたちその一つ一つをけさバスに乗り込む前にミミは訪ねて回りましたバイバイミミはわざと明るくそう言ったのですがキュンと胸が鳴ったのがわかりました 大切なものとの、生まれて初めてのお別れだったからです。キーッと音を立ててバスが止まりました。あれと思って耳が立ち上がると、背中に大きな荷物を背った人がバスに向かって手を振っているところでした。よかった。今日は荷物が重くてどうしたもんかと困ってたんだ。 悪いね。月に一度だけ走るこのバスは、バス会社の払い下げでおんぼろですが、山奥にある発電所まで点検に行くだけなので、乗りたい人は誰でも乗せてくれます。その人は、運転手さんに何度も頭を下げながら乗ってきました。がっしりした体つきをして、太い腕をしていたので、 ミミはてっきり男の人だと思いましたでも耳と目が合った時笑いかけてくれた顔は優しい女の人でした「かわいいお嬢ちゃんこんにちは」耳はドキッとしてうつむきました「バスに乗ったら誰とも口をきいちゃだめよそして静かにしとくのよ」 出かける前にお母さんと約束したことを思い出したからです。でも女の人は平気で声をかけてきます。どこから来たの久さし山。つられて耳は返事をしていました。へえ、ひさし山にはもうじき大きな遊園地ができるっていう話だよね。 女の人は耳に話しかけながら背中の荷物を隣の座席にドスッと下ろしました耳はドキドキしてお母さんを見ましたがお母さんはちょっと薄目を開けただけでした「久し山を切り崩してニュータウンとかいう住宅が何百も建つっていうしこれからだんだん賑やかになるんだろうね」 みみは女の人の話を聞きながら自分でも知っていることを話しました何でも置いてある大きなスーパーもできるんだって一晩中電気がついていて明るくて買い物も便利になるってみんなが言ってただけど<ん>人が多くなるとだんだん住みにくくなるし 車も増えて危険だから引っ越すの。どこまで行くんだい奥居山まで。そうかい。奥居山は遠いよ。ミミはこくんとうなずきました。バスに乗り込んでからどれくらいの時間が経ったのでしょう。もう二度とひさし山に戻れないと思うと、 ひとりでに涙がこぼれそうでした「あたし」とみみは言いました「ひさしやまが大好きだったの」女の人はにっこり笑ってうなずいてからそっとみみの頭をなでてくれましたそして荷物の中から プリプリのじゃがいもをとりだしてミミのてににぎらせました。市場でしいれてきたんだひっこしはいい。おじょうちゃんおくいやまもだいすきになるよきっと。またあえるといいね。ミミはこくんとうなずきました。じゃあ。とおんなのひとがふりかえっててをふったとき。 みみは見たのです女の人のお尻でふわふわのしっぽが揺れたのねえねえお母さんあの人見た?」。ミミはあわててお母さんに言いましたが女の人の姿はもう消えていましたあの人も奥山に住んでいるんだね仲間にあえて心強いよさあ行こうか。 お母さんはバスを降りて耳を抱えくるりんと宙返りをしました。夕暮れてきた春の山道に親子仁恵のかげがぽっと浮かびました。 続いて、甲箱の会につ香箱の,の箱の会は視覚障害者いわゆる目が見えない見えにくい人たちが中心になって立ち上げたトークパフォーマンスグループですトークパフォーマンスとは私たちが作った言葉なのですが そのまま日本語に直すとトークはお話しすることパフォーマンスは表現することお客さんに見せたり聞かせたりすることです今ここで私がお話ししているのも一つのトークパフォーマンスということになるんですね香箱の会の活動は図書館での大人向けの朗読会や 階段朗読会、時にはお話会などに参加させていただいたり、老人ホームなどで朗読をさせていただいたり、自分たちでホールを借りて発表会を企画したりしています。私たちは声や言葉を使ってできることを探しています。メンバーは25人くらいで、目が見えない、 見えにくくいいいい人人と目がが見見ええるだた半々くらいです見えない見えにくい人は点字を読んだりイヤホンで録音を聞きながらそれに合わせて読んだり見える人は本を使って読んだり一人一人に合った方法を工夫していますみんなで協力し合って 楽しく仲良く活動しています出典木見明代文久保田学ぶ絵鈴の音絵本引っ越しはバスに乗って銀の鈴車2012年1月11日発行 この動画は、著作権者の許諾を得た上で制作しています。制作、2024年3月、新宿区立富山図書館。この動画の使用は、個人的利用に限ります。ご視聴ありがとうございました。